ジェイコブ・アンドリュー・バーンズは、アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ、出身のプロ野球選手。ウト右打ち。MLB のトロントブルージェイズ所属。愛称は、ケーブマン。ミルウォーキー・ブルワーズ時代2011年の、MLB ドラフト14巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級。 ヘレナブルワーズでプロデビュー。18試合に登板して2勝1敗にセーブ、防御率2.12、43奪三振を記録した。2012年は A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでプレーし、25試合に登板して4勝7敗3セーブ、防御率3.84、83奪三振を記録した。2013年は A 級ブレバードカウンティ、 マナティーズでプレーし、21試合に登板して9勝6敗、防御率3.08、66奪三振を記録した。2014年は、A 級ブレバードカウンティと AA 級ハンツビルスターズでプレーし、2球団合計で26試合に登板して2勝6敗、防御率4.06、83奪三振を記録した。2015年は、 a q b ロク h シャッカーズでプレーし、39試合に登板して4勝5敗、防御率3.36、84奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐためにブルワーズの40人枠入りした。2016年は、 開幕をトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスで迎え、6月2日にメジャー初昇格を果たした。翌3日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは27試合に登板して0勝1敗、1セーブ、防御率2.70、26奪三振を記録した。2019年8月1日にリーフとなった。2019年8月3日に、 ウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。オフの11月4日に、ィーフとなり、6日に自由契約となった。2019年12月23日に、ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月23日に、メジャー契約を結んで40人枠入りした。 この年メジャーでは18試合に登板して0勝2敗、防御率5.50、24奪三振を記録した。2020年10月30日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨークメッツへ移籍した。2021年6月14日に、ィーフとなった。2021年6月19日に、トロイ・ミラーとのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。ありがとうございます。